皆さんこんにちは、 AC ディレクターの浜田とビューティーアドバイザーの西本です。今回は、マヌカハニーを使った簡単でお手軽なレシピをご紹介したいと思います。今話題のやつですね。そうなんです、今日は、そのマヌカハニーを使った、季節柄暑い時期がございますので、レモネードのレシピをご紹介したいと思います。そうなんです、で、マヌカは、他の蜂蜜とちょっと違うじゃないですか。なんかそこを改めてあえてちょっと教えていただけたらと思います。その質問ですっごく多いんですけど、まず蜂蜜は品種によって違います、で、そこでマヌカハニーというのは、その、蜂蜜の名前なんですけども、マヌカの花から採蜜した、あの蜂蜜でございます、で、ニュージーランドの先住民のマオリ族、の中では、復活の木や、そういう名前で呼ばれているぐらい歴史の深い蜂蜜になるんです。あともう一つよく聞かれるんですけど、数字とかあるじゃないですか。 ありますね、それってどういう意味があるんですかね。弊社で販売しているものは MGO という数値にはなるんですけども、他にも TA とかさまざまなあの数値の、呼び方があるんですね。で、その中でもですね、あの今回あの私のおすすめの、グレード400プラスという、あの数値のものを使ったレシピをご紹介したいと思います。ではじゃあ早速作ってみます。じゃあお願いします。マヌカとレモンが来ましたが、今回私のおすすめしているのがこちらの、MGO400 プラスというマヌカハニーです。大体季節柄寒い時期なのに選ばれるような商品なんですけども、こちらを使って、簡単なレシピをご紹介したいと思います。よく皆さんレモンの蜂蜜漬けってありますよね。で、そちらいろいろ入れたりするんですけども、マヌカハニーの場合この2種類だけで十分です。マヌカでやるってないですね。ないですよね。レモン1つと、あとたくさん入ってるんですけど大さじ4杯分、これだけご用意していただければいいです。で、そのこのレモンをお好みでスライスしていただいて、一晩漬けるだけなんです。簡単ですね。そうなんです、とっても楽です。それがこちらでございます。これがレモンスライスとマヌカの大さじ4杯をつけたものですね。一晩つけたものです、こちらを使って先ほど言ったようにレモネードを、あの作っていきたいと思いますので、こちらがですね、もうすでに出来上がっております。ほぼほぼ出来上がっております。で、こちらがですね、あのすごい綺麗なボトル。そうなんです、ビューティーアポセカリーで販売している、あのビューティーアポセカリーで、そうなんです、ブルーのボトルで、あの有名な炭酸水でございます。こちらを注ぐだけでございますので、注いでいきたいと思います。で、もうほぼほぼですね、お好みでミントやレモングラスなど入れていただくと、大人の風味が、より夏ですね。そうですね。で、ほらもう出来上がっちゃった。ぜひ西本さん、よかったらお召し上がり。入れるだけこれでいいんですか。そうです、そうです。ちょっと混ぜまして、じゃ早速ぜひ、いかがですか。すっごいさっぱりしていて、ミントの香りもすごいフレッシュです。マヌカはすごいいい風味で出てますね。ね、そうですよね。味もすごいちょうどいい。あの、マヌカって結構えぐみがある蜂蜜って思われがちなんですけども、とてもあの、ミントとか入れるとさらに爽やかなレモネードが仕上がるっていう感じなんですけども、実はおすすめレシピがもう一つ、ございますので、それが何かというと、お忙しい朝などに、そうなんです。お忙しい朝、皆さんでも朝食は抜けられないという方いらっしゃいますよね。で、そういう中でですね、簡単に、あのこのヨーグルトに、そのレモンの先ほどの一晩漬けた蜂蜜のね、レモン漬けをこう入れるだけでもいいんですけども、ぜひよかったら食べてみてください。ぜひぜひお召し上がりください。ごめんなさい、右手でしたね。やります。いただきます。爽やかでしょ。ヨーグルトもね、滑らかでしょ。さすが伊勢丹さんです。滑らかなヨーグルト、伊勢丹に言ってるんですね。もちろんです、滑らかな口触りでね、で、
じゃあなんでこれが置いてあるのかっていう、これ私知ってますよ。でしょ、ビューティーアポセカリ人気のそうなんです、ご褒美クッキーですよね、はい、うん、私も結構ね、あの実家に帰省する際にお土産にしたりするんですけども、はいはい、あのこちらそのまま食べてもうその日になくなっちゃうぐらい美味しいっていう人気なクッキーじゃないですか、うん、でこちらをですね実は入れてます、うん、で、うん、ご褒美クッキー入れてますので、はいはいはい、よかったらこれこちらもよかったら食べてみてください。はい、はい、ちょっとねあの大きいですね、はい、大きいです。女性の口だとなかなかね。うんうん。うん、あでも、もうちょっとじゃあすみません、一口でいかしていただきます。はい、うん。うん。これはちょっとあの、女性の口に合うためには、うん、あのちょっとね、うん、あの一粒まるまるだと大きいと思うんですけども、うん、その場合はですね砕いていただいてもいいので、その時はクラッシュ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 っていう感じで、いいですね、はい、砕いていただいても構いません、はい、その他にドライフルーツとかグラノーラ、お好みのものと合わせていただいてマヌカハニーをかけるだけでも十分でございます。これのバッチリの朝食じゃないですか。そうなんです、もう特に私はもう本当にこれが好きなので、ぜひこれのバージョンお試しくださいませ。すっごい合います。それではですね、はい、あのビューティーアポセカリーにいろんな商品、うん、実はコスメやヘアケアとかさまざまなアイテムもありますけども、うん、はい、こういうインナービューティーをのためのようなアイテムもございますので、はい、ぜひあのこちらに遊びに来ていただけましたら幸いでございます、はい、この度は AFC ディレクターの浜田とビューティーアドバイザーの西本でした。ありがとうございました。